諏訪間あかり、会社では、高橋あかり本名で、取材に行ったりとか文章を書いたりとかしています。今は雑誌の編集の仕事をしています。大阪に住んでます。関西を中心に全国に発行していて、内容としては、関西の飲食店とかを取材したりとかですかね。あと、飲食店に限らずショップだったり、あと面白い人だったりとかも取材するし、でも関西の雑誌です。はい、昔は多分もっとカルチャー色が強かったみたいなのを上の人からというか聞いたんですけど、今は結構飲食店さんを中心に紹介をしたりとかもしてますかね。でもすごいカルチャー面も強くやっている、媒体だと思っています。読んでました。私も飲み屋でバイトをしてたんで、すごいその近辺、南近辺の美味しいお店とか教えてとか、あと私も行ったりとかするしだったんで、すごい愛読をさせてもらってました。最初はそのうちの場合は新店情報のページみたいなのがあって、その新しいお店できたら取材に行くんですけど、結構そこは若手枠というかで、なんかそこにこう、同期の子たちとか、私もそうなんですけど、そういう新店の取材に行ったりとか、もうでも結構最初からガンガン取材に連れて行かされたりとかもしてたし、実際に自分が行って場所を仕切るというか、なんかこうカメラマンさんとか、ライターさんとかに指示をしたりとかも、なんか結構ぶっつけ本番みたいな感じだったんで、こんな急にみたいな感じではあったんですけど、一番最初はだから戸惑いました。めちゃくちゃあります。めっちゃ苦戦だらけです。すごい無茶振り的な企画のページを渡されることとかが多かったりとかして、なのかな、なんて言うんですかね、例えば天満をの企画というか、天満についてのお店をいろいろ取材しようみたいな企画があったんですけど、これ結構入社してすぐだったんですけど、スナックビルをなんか全軒回るみたいなのを行ってこいって言われて、優しいママとかももちろんいたんですけど、ラウンジとか結構なんか若い女の子がいっぱい働いてるラウンジみたいなのも入ってるビルで、なんかちょっと怒られたりとか、なんかめっちゃ怒られました。なんかもう怖かったです。取材して楽しかったことは、基本的にすごい私毎回取材は楽しいなって思いで取材をさせてもらってて、いろんな発見がやっぱりあるんで、どれも楽しかったからな。神戸の企画ですかね。神戸でやったその花熊近辺のエリアを紹介するページだったんですけど、もともとは新店を紹介するページだったんですけど、私が実際に花熊の街を歩いてみたら、なんかこう私好みのじゃないけど、すごいカルチャー寄りのお店めっちゃあるなって思って、だからこう新店のページの予定だったのがなしというか、じゃ新店の紹介はまた別の枠でやろうっていう話になって、でもなんかそのがっつりそういうカルチャー的なページにしてもらえて、取材に行きたかったお店にガンガン行けたので、それがすごい楽しかったですね。なんかこうヒップホップっぽいカルチャーのお店とか、グラフィティがバーッと書いてあったりとかで、なんかその取材してたら知り合いの知り合いだったみたいなのとかがあったりとかもして、とかあと床がスタンリー・キューブリックのシャイニングのオーバールックホテル柄のお店とかがあったりとかして、でもただの立ち飲み屋さんなんですよ。でなんかそのオーナーさんがすごいそのシャイニング好きで自力で書いたって言ってて、もうすげえなみたいな、なんかすごいそういう人たちがに出会えて、なんかその企画はすごい面白かったなって思ってます。そうですね、基本的に足で稼いでなんぼの
媒体なんで、もううちの編集部はみんな足で稼いでいます。仲良くなる秘訣わかんないです。ないです。特にないです。私が多分その人たちの世代の好きなものが好きだから、なんとなくこう話が合うというか、なんだろう、うん、そういう感じですかね。なんかただ趣味の話をだからしてるだけなんですけど、結局、うん、だから仲良くなる秘訣は分からないです。好きなものの話をしてるだけなんで。もともと私も自身もこんな早くに子供を授かると思っていなくて、ていうか結婚もすると思ってなかったんで、自分自身がめちゃくちゃびっくりしてるんですけど、なんか旦那さんがたまたますごいじゃないか、まあでも一回り違うんで年上だったっていうのもあったりとかして、うん、子供を産もうと思ったんですけど、今この間23歳になりました。仕事は復帰しようと考えてます。うん、まあ保育園に連れて行きたいんですけど、ちょっと今ね、いろいろコロナの影響で連れて行けてないです、まだ。赤ちゃんを産んだんで、まあ、ずっと最近はまだね、小さいんで付きっきりというかなんですけど、赤ちゃんのお世話でいっぱい音楽を聴かせたりとかするようにしてて、そのいろんなジャンルの曲を聴かせて赤ちゃんがどういう反応を取るかとかを見るのが楽しかったりとかあとはお腹にいる時にずっとジョン・レノンのイマジンを聴かせてたんですよ。っていう理由が、旦那さんの友達のバンドマン、バンドの方がイマジンが胎教にいいらしいよみたいななんかよく理由は分かんないんですけどみたいなことを言われて、でなんかへえ、いいんだって思って毎日聞かせてたんですけど、生まれてから聞かせてみたら、なんかイマジン聞かせるとめっちゃハッて顔するんですよ。だからちゃんと聞こえてたのかもって思って、なんかそれをの反応を見ながら毎回感動したりとかしてます。ポイズンは最初だけ泣き止んだんですよ。2回ぐらいだけ泣き止みました。すごいですね、あれ。でも慣れたんですかね、聞かなくなりました。今はギャン泣きです。どうしたら編集者になれますか。うん、どうしたらいいんだろう。たまたま慣れたみたいな感じだと思うんで、多分編集のお仕事って募集してても基本的に経験者優遇的なとこが多分あると思うんで、やりたいって言ったら多分バイトからとかでもやらせてもらえると思うんで、うん、何でも当たってくだけろ的な感じで、うん、ですかね。こう何のなんか無趣味とかいう子とかいっぱいいたりもするし、あとなんとなくやりたいことが分かんないみたいな人とかもいっぱいいると思うんですけど、なんかとにかく。なんかもうこれも私の両親の教えなんですけど、とにかく遊べっていうのがあって、うん、遊んでたら絶対に楽しいことが見つかるっていうか、その例えば一人で遊んでてもそうだし、誰かと遊んでてもそうなんですけど、なんかこう遊びの中に絶対に発見があるから、うん、もう遊びまくったらいいと思います。多分私はそう教えられてきました。とにかく遊ぶのが一番大事みたいなそうですね、この先の未来、うん、でも今はすごい編集の仕事が楽しいんで、まだまだ編集やりたいなみたいなとか、あと、うん、って思ってるんですけど、やっぱりすごい多趣味な人間なので、時代の変容とともに、うん、こう自分も面白くなっていけたらなって思ってるので、常にそうですね、うん、今は編集やりたいなって思ってるけど、多分あと先したら
またやりたいことが変わってると思うし、あと私の最終目標はスナックの経営というかスナックのママになることなのであの将来的に最終スナックのママになれるように頑張りたいです